クラブ事業をご覧の皆さん、ディオラです。ディオラです。ディオラボーカルのヨーカです。ジャンヌ K です。ケースのショウヤです。今回我々ここに何しに来たのかというと、はい、なんとね、はい、なんとね、なんとガブの表紙飾らせていただきました。嬉しいですよ。本当にどんな写真かっていうのはまずガブね見ていただいて、最後星子さんがこの帽子をかぶったそう。そう、超レアショット、超レアショットが乗るのか乗らないか、乗るか乗らないか、乗らないけど、でもほらさっき携帯に収めたからブログで、そんなこともありつつ、今2月ということで、ディオラのニューシングル「ホワイトネス」という曲が発売しますしましたします、うん、しますにしますですね、2月20日はい、ディオラこういう格好をしてますが、特に音楽に縛りはなくて、本当にその時その時のリアルな音楽というか、本当に自分たちから出てくるものをしっかりと形にしていくっていうバンドなので、本当に多分この姿から想像できないような楽曲になってたり、そして3月には来月ですね、リボーンというミニアルバムが、もうそれはもうそれでもう世界観ががっしりと作られた作品で、その2月に出るホワイトネスというシングルとその対比が面白い感じになってるんじゃないかなと思う。そういうところで本当に最近、リリースやらイベントやらとてもたくさんやらせていただいてるんですけど、またこのガブをきっかけに、また全国、関東とかだけじゃなくて、もっと全国にいろいろディオラとして飛び回っていきたいなと思ってますので、そういうところをチェックしていただいて、そうですね、クラブ人ともどもディオラでもっともっと成長していきますように、これからもよろしくお願いしますということで、なんと5月の18日に赤坂ブリッツやりますので、いやいやいや、赤坂ブリッツすごい、はい、みんな来てください、来てください、頑張るぞ、おーということで、そういうことでね、本当にディオラまだまだ躍進していきます、日本全国独裁していきますので、まずはこのクラブ G から独裁ということで、ガブたくさん見て全ページ舐め回すように可愛がってあげてください、ということで以上ディオラでした。